天皇賞2024、156,000円勝負、的中なるか。今回は、3連単で96,000円。副賞 1.6万円買ってます。計156,000円勝負です。次は買い目発表を行ってきます。皆さん、こんにちは、ノンゴス。天皇賞2024、レース前なんで、買い目発表を行っていきます。現在、レース前ですね。レース前。なんで、買い目発表を行っていきます。まあ、字幕は、この通り、こっち側にもこっち側にも買い目出せるんですけど、今回は156,000円勝負です。まだレース前なんで、またレース後結果発表を行います。今週は自信あるんで、ソウルオリエンスから勝ってます。次はレース後会いましょう。ではさよなら。適度に競馬を楽しみましょう。あ、皆さん、飲むです。ビール飲んでいきます。あ、皆さん、天皇賞2024当たりましたか？天皇賞、あれ、2024。156,000円勝負結果発表を行っていきまーす。どうしましょうかね。買い目を左右に出していきます。着順を出していきます。まあまあ。では、現在から字幕出していきます。もう、字幕を見てもらったらわかるんですけど、今回は、計156,000円の負けです。まあ、残念でしたね。着順見てもらったらわかるんですけど、はじめ、十軸と思って、ダノベルガーから買おうと思って、直前で、4枠6番のソウルオリエンスに変えました。これは僕の中で功績ですね。まあまあ、外れは外れなんですけど、結構いい馬を選択したと思っています。今回は残念だったんですね。また切り替えて頑張っていきます。今年1回です。9万6000円勝負。最後のグランプリ、有馬記念です。9万6000円勝負は有馬記念って、まあ、毎年のテーマです。決まってます。今年の流れっていうと、まあまあ、継続騎乗。有馬記念2024は、一生懸命当てていけるように頑張ってきます。9万6000円勝負をしていきます。で、今回は、継続騎乗のジョッキーが来てるんで、まあ、継続騎乗は大きな要因と思ってます。今年の有馬記念2024は結構難しいです。なんでかというと、コバのレベルが不安定。で、結構、穴馬も結構来るかもしれないんで、結構、今年はね、ショートオスになると思ってるんで、もうショートオスの場合は若干絞って当てていけるように頑張っていきます。それぐらいですね。まあ、今年はね、まあ、有馬記念は9万6000円勝負することが確定です。また、競馬の動画を上げていくんでよかったら見てください。主に競馬の動画を上げていくんでよかったら見てください。では、さよなら。バイチャー。